じゃあ早速メイクを始めさせていただきます。でお顔全体に塗っていきます。顎下であったりとかフェイスラインもしっかり塗っていきます。あとは眉毛の中もしっかりと塗っておいてください。次はスポンジパッティングになります。スポンジでパッティングすることによってお肌とファンデーションを密着させていきます。でお化粧の崩れも防ぎますので重要な工程になります。次はコンシーラーになります。コンシーラーブラシに取っていただいて少量をつけていきます。でこうやってクマを隠したり引き出物を隠したりします。最後にお粉なんですが大きめのブラシでお顔全体につけていきます。目元や小鼻などは少し小さめのブラシでつけていきます。次にアイシャドウなんですがラインが目立つようにシャドウはほとんどノーカラーでベージュ系を使っていきます。ベージュをアイホール全体に入れていきます。で目の下にも少し入れますね。はい、入れてください。アイラインをリキッドで引いていきます。少し目尻長めで少し跳ね上げるようなイメージで ビューラーでまつげを上げていきますね。今回はあまりバッチリは上げずに少し軽めに上げておきます。次にマスカラを塗っていくんですが、このメイクの場合少し目尻を強めにマスカラを塗っていきます。次に眉毛なんですがこのメイクの場合少しだけ眉毛を細めに色は暗めを描いていきます。いらないところをコンシーラーで消します。毛感はペンシルで描いていきます。次にリップなんですが少しぼかしていきたいのでスポンジに濃いめのリップを取っていただいてポンポンと口になじましていきます。でお口の中心は少し濃いめにします。次にチークなんですが少し目の下にふんわりと広めに入れていきます。最後にハイライトなんですがツヤ感が欲しいのでスティックのハイライトでツヤっとさせていきます。はい、これで完成です。